アイスホッケー女子日本がチェコに勝利1位で準々決勝へ。2022年2月8日21時55分。北京オリンピックのアイスホッケー女子で日本代表スマイルジャパンは8日予選リーグ最終戦でチェコにペナルティショットシュートアウトの末3対2で勝ってグループ1位で決勝トーナメントの準々決勝に進みました。予選リーグは世界ランキングの上位5チームがグループ A に、下位5チームがグループ B に振り分けられ、世界6位の日本はグループ B で2勝1敗として決勝トーナメント進出を決め、8日の最終戦でグループ1位をかけて世界7位のチェコと対戦しました。試合は日本がパワープレーのチャンスを生かして、第1ピリオドと第3ピリオドにいずれも床新龍華選手が得点を決めてリードするたびにチェコが追いつく展開となり、2対2で延長戦に入りました。そして延長戦でも互いにチャンスを作りながら決着はつかず、5人の選手が交互にペナルティショットを打ち合うシュートアウトに持ち込まれました。日本は5人のうち3大会連続出場の39歳、久保英恵選手がゴールキーパーの股を抜くシュートを決めたのに対し、日本のゴールキーパー、藤本那菜選手は相手のシュートをすべて防ぎ、日本が3対2で勝ちました。日本の通算成績は3勝1敗となり、グループ1位で決勝トーナメントに進みました。準々決勝ではグループ A の3位のチームと対戦します。2得点の床新龍華グループ1位、本当に嬉しい。パワープレーで2得点を挙げた床新龍華選手は絶対に決めなくてはいけないところだったので、決められてよかった。グループ1位を目指してやってきたので、本当に嬉しい。目標としているメダルに近づけたのかなと思うと話していました。また、決勝トーナメントに向けて、格上の相手であることは確かなので、自分たちがチャレンジャーの気持ちで試合に臨みたいと意気込みを語りました。キャプテン大沢、メダル目指し全員で自分たちらしく。キャプテンの大沢千穂選手は、大きな一勝で我慢強く戦い、勝ち切れた。押し込まれる時間も長かったが、1位通過できてよかったと振り返りました。そして決勝トーナメントに向けてメダルを目指してきたので、また全員で自分たちらしく戦っていきたいと意気込みを語りました。床彩花、あくまでも通過点4年間の頑張り型に、3大会連続出場の27歳、床彩花選手は、平昌大会からの4年間は、決勝トーナメント進出に向けて予選を1位で突破することを目標にやってきたので、本当にほっとしていると安心した表情で話していました。次の試合に向けてはメダル獲得を目標に練習をしてきたので、予選の1位突破はあくまでも通過点で今、スタートラインに立ったと思っている。4年間の頑張りを形にしたいと意気込みを語りました。日本代表、黒のユニフォーム、スタメン、かっこない数字は今大会得点数、1藤本7、GK。3志賀葵4勝、彩花114勝、畑留香115北類26志賀、茜135西茜、GK2 小池詩織18細山田茜114根山春菜221久保英恵23山下光16鈴木瀬那7川島由紀子12大沢千穂18高陵風27小山玲渡る28山下しおり13東本も、エコ19大滝地下、11三浦明22獅子内美穂。試合詳細。試合開始、現地16時40分。アイスホッケー女子の日本代表、スマイルジャパンの予選リーグ最終戦、チェコとの試合が始まりました。第 1P 残り16分、日本先制日本、1-0 チェコ。日本は最初のパワープレーのチャンスを生かし、床新龍華がシュートを決め、先制しました。第 1P 残り13分チェコの反撃を GK 藤本が防ぐ。チェコも反撃します。短いパスをつないでシュートに持ち込みましたが、日本のゴールキーパー、藤本那菜選手が弾いて、得点は与えませんでした。第 1P 残り7分、日本 GK と1対1も追加点ならず、日本は前線でパックを奪って相手ゴールキーパーと1対1のチャンスを迎えましたが、シュートがうまくヒットせず追加点とはなりませんでした。第 1P 残り3分日本相手のパワープレーのピンチ。日本は大沢千穂選手がペナルティを取られ、相手が1人多いパワープレーのピンチを迎えました。第 1P 終了日本が1対0でリード、現地17時10分。日本はパワープレーのピンチをしのいで、第1ピリオドは1点リードで終了。チェコに攻め込まれる時間が続きましたが、しっかり守り切りました。シュート数は日本が10本、チェコが12本です。第 2P 開始、現地17時25分。第2ピリオドが始まりました。日本が先制した後は、チェコも攻勢を強めています。しっかり守って、カウンターで追加点を狙いたいところです。第 2P 残り18分日本が再び相手のパワープレーのピンチ。日本は久保英恵選手がペナルティを取られ、2回目のパワープレーのピンチを迎えました。第 2P 残り13分、チェコが得点日本 1-1 チェコ。チェコに速攻からゴールを決められ、同点に追いつかれました。ゴールキーパーの藤本選手が不正高に見えましたが、パックが脇からこぼれました。第 2P 残り11分日本がこのピリオド最初のシュート。日本は20歳のフォワード、志賀紅選手がこのピリオドで日本の最初のシュートを打ちましたが、得点できませんでした。日本はなかなかチャンスを作れていません。第 2P 残り7分日本は2回目のパワープレイのチャンス。日本は2回目のパワープレイのチャンスを迎えました。第 2P 残り5分日本はパワープレイで追加点を奪えず、日本はパワープレイのチャンスで床新龍華選手がロングシュート、志賀紅選手もパスを受けてダイレクトで打つ得意のワンタイムシュートを狙いましたが、いずれも得点にはなりませんでした。第 2P 残り1分チェコは2人がファウル日本が有利に。チェコが立て続けにペナルティをして、日本は5人対3人の有利な状況を迎えました。第 2P 終了得点は 1-1 のまま、現地17時58分。日本はこのチャンスで久保英恵選手を加えたスペシャルセットで攻めましたが、追加点はならず1対1で第2ピリオドを終えました。このピリオドはシュート数は日本が7本、チェコが9本でした。第3ピリオドも日本のパワープレイが続きます。第 3P 開始直後に日本が得点日本に1チェコ。最終第3ピリオドが始まりました。日本はパワープレイが続いた状態で床新龍華選手が勝ち越しのゴールを奪いました。床新龍華選手はこの試合2点目です。第 3P 残り17分日本シュート決められず。日本は追加点を狙って積極的に攻め、ゴール前にパックがこぼれたところに、高陵風選手が詰めましたが、決められませんでした。第 3P 残り14分、チェコにロングシュートを決められ、同点に。チェコにロングシュートを決められ、2対2。再び同点に追いつかれました。第 3P 残り9分、日本3回目のパワープレイのピンチ。日本は床彩花選手がペナルティを取られ、3回目のパワープレイのピンチを迎えました。第 3P 残り7分今度は日本のパワープレイに。日本はこのパワープレイのピンチをしのぎきり、同点のまま、今度は日本のパワープレイとなりました。第 3P 残り5分日本は勝ち越しゴール奪えず。日本はこのチャンスで相手にうまく時間を使われて、ほとんどシュートを打てず、得点できませんでした。第 3P 終了に2のまま日本は2試合連続の延長へ。第3ピリオドを終わっても2対2のまま決着がつかず、日本は前の試合に続いて5分間の延長戦に入りました。先に得点したチームが勝ちとなります。延長開始、現地18時43分。5分間の延長戦が始まりました。ゴールキーパーを除いて3人ずつでプレーし、先に得点を奪ったチームが勝ちとなります。延長でも決着つかず、シュートアウトに、現地18時50分。延長戦は互いにチャンスを作りましたが、決勝点は奪えず、5人の選手が交互にペナルティーショットを打つ、シュートアウトにもつれ込みました。ペナルティーショット、シュートアウト日本が勝利。日本、先行。浮田瑠衣×久保英恵、小山玲航×床新龍華×志賀紅×チェコ、後攻。1人目×2人目×3人目×4人目×5人目×シュートアウト勝利引き寄せた2人のベテラン。アイスホッケー女子のスマイルジャパン。息を飲む土壇場のシュートアウトで勝利を引き寄せたのは、この大会を集大成と位置づける2人のベテランでした。今大会で一線退く GK 藤本、次の世代に少しでもいい順位で、シュートアウトでチェコの5本のシュートをすべて防いだのは32歳のゴールキーパー藤本七選手。3大会連続で日本のゴールを守ってきたまさに守護神です。アメリカなど本場のリーグでプレーした後、昨シーズンから帰国しましたが、若い選手たちに経験を積んでもらうため、チームには所属せず、家族と共にトレーニングを重ねてきました。今大会で第一線を退く意向で、次の世代に少しでもいい順位でバトンを渡したいと、体を張り続けています。チーム最年長、39歳、久保愛言葉は、サンキュー北京。そして決勝点を決めたのがシュートアウトの2人目で登場した久保英恵選手でした。こちらも3大会連続のチーム最年長39歳。抜群のシュート力で中学生の頃から日本代表に選ばれ長年エースとして活躍してきました。北京大会を最後と位置づけ臨みましたが、ここまで3試合で得点は0。シュートアウトでゴールキーパーの股の下を狙ったシュートも一度は止められたかに見えました。それでも得点を挙げて氷上のスナイパーだったと最後まで印象づけたいと話していた久保選手の気持ちが後押ししたかのようにわずかにゴールラインを越え日本に決勝点がもたらされました。さらに上位を狙うには欠かせないグループ1位突破を手繰り寄せた2人のベテランの活躍。39歳久保選手の合言葉は、サンキュー北京。恩返しの気持ちをプレーに込めて、準々決勝に挑みます。さらに厳しい戦いが待つ。アイスホッケー女子のスマイルジャパンは、接戦の中でチャンスを確実に活かし、ディフェンス面での粘りも光りました。ただ、次の準々決勝では、世界ランキング上位のチームを相手にさらに厳しい戦いが待っています。日本は2連勝した予選リーグの最初の2試合では、いずれも40本以上のシュートを打ち、スピードと機動力を活かした積極的な攻めが目立ちました。ところが延長戦にもつれ込んだ続く2試合は、流れの中から思うように攻撃の形が作れず、チェコ戦のシュートは25本に抑えられました。それでも反則で相手が少ないパワープレーで床新龍華選手が2得点を決めチャンスを確実に活かすことができたのはチームとして収穫でした。さらにチェコに追いつかれても勝ち越しは許さず体格の大きな相手にプレッシャーをかけ続けた粘りも光りました。この試合に勝ってグループ1位となったことで準々決勝では金メダル候補のカナダ、アメリカと対戦は避けられましたが今大会で初めて世界ランキング上位のチームとの対戦が待っています。飯塚祐二監督は取るべきところで点を取れたが5人対5人の時にも決めないとさらに上のチームには勝てないと攻撃パターンの改善を課題に挙げました。スマイルジャパンの進化が問われる準々決勝。笑顔での勝利を目指して選手たちが挑みます。